お子さんについては、ご冥福をお祈りするとともに、もう一度安全面に対する呼びかけを行いたいと思います。楽しいはずの夏休みが一転、痛ましい水難事故が起きてしまいました。今日昼過ぎ、福岡県宮若市で宮若西小学校に通う6年生の女の子3人が川で溺れ、3人ともに死亡が確認されました。事故が起きたのは午後0時50分ごろ、宮若市福丸の犬鳴川で、11歳の友達3人が川から上がってこないと小学生の女の子から110番通報がありました。犬鳴川との合流地点が急に深めくなってるんで、まあ、2メートル、まあまあ、ね、ぐらいはあるんじゃないかなっていう。昨日は朝かったんですよ。今日昼前ぐらいからせき止めたんで、一気にこう水位が上がって、消防のレスキュー隊などが捜索にあたり、およそ30分後に水深3メートルほどの川底から女の子3人を見つけ、病院に搬送しましたが、午後3時前、2人の死亡が確認され、もう1人も先ほど5時前、死亡が確認されました。3人は6年生のクラスメートで、今日は友達8人で川で遊んでいたということです。宮若西小学校は今日が夏休み初日で、昨日の終業式で子どもたちに水の事故に気をつけるよう呼びかけられたばかりでした。宮若市犬鳴川、現場から現在の様子です。中村さん、お願いします。はい。学校の聞き取りなどによりますと、子どもたち8人は画面奥の階段のところから河原へと降りて遊んでいたということなんです。でこちら水難事故が起きた川なんですけれども、全体的に流れは穏やかで、特に画面奥のですね、細い川のところは水深もかなり浅く、膝下ぐらいまでしか水深がありません。子どもたちは最初あの浅いあたりで遊んでいたということなんですけれども、徐々に画面手前の深い方へと移動していった際に深みに突然はまってしまい、これが水難事故の原因になったということです。今回8人は午前中は勉強をするために集まっていまして、その後昼ご飯を食べて、その後川遊びをしようと突然決まったということなんです。水着を着ておらず着衣で水泳していたと見られています。学校は明日、亡くなった児童がいる6年生を対象に保護者説明会をする方針です。はい、中村さんでした。ご遺族の皆さんであったり、あとは一緒に遊びに行っていた友達、心のその悲しみというのを少しでも考えると、我々の胸も非常に痛いというところなんですが、川の水難事故に詳しい専門家は、一見穏やかに見えている川でも、様々な危険が潜んでいるということなんですね。気をつけるべき点を伺いました。流れも複雑な流れなんですよね。表面は穏やかに見えても、水面から3、40センチ下がったところがですね、流れが一番速いところなんで、上から見た目だけで判断できないということですね。川の洪水で運ばれた砂利が堆積して踏んでしまうと、ずるっと滑って深みに入ってしまうんです。表面からは見えないんですが、川に潜るとですね、いろんなゴミが散乱しても、それに引っかかると流れによって体が押し込まれるからですね、危険です。まあ、一番肝心なのは、ライフジャケットを必ず着てほしいんですね。それと靴をよく流されて、それを拾いに行くために汚れてる多いんで、靴はできるだけ脱げないようなリバーシューズ、ウォーターシューズを履いた方がいいです。はい、川というのは非常に楽しいところでもあるんですが、外から見ていて大丈夫だと思って入ってみて足が取られてっていうケースが、まあ、後を絶たないという状況なんですね。はい、こちらが福岡県内の水難事故の情報で、まあ、福岡県警がまとめているもの、昨日現在の情報なんですが、33件今年起きていて、同じ時期と比べても18件増えているということなんですね。で、水難者は38人と、まあ、倍以上増えてしまっているような状況です。まあ、特にこの夏の始まりぐらい、そして夏休み初日ということで、まあ、楽しみに川に遊びに行って、その好奇心は尊重したいというところがありますし、川で学ぶことも多くあると思うんですが、ただ命を落としてしまっている子どもたちがいるという状況です。まあ、今後命を落とす可能性がある
川はそんな場所でもあるっていうことをいかに子どもたちにどう伝えていくのか、でその前提のもとに今大人も一緒になってどうやって守っていくのか、今後一人の命も奪われないように考えるほかありません。どうか引き続き川遊びなどには十分に注意をしてください。